はい、次行きましょうか。はい。あ、これ9日でしたね。めくってなかった。すみませんでした。はい。またやらかしましたね。朝日新聞、ハンセン病家族訴訟、控訴へ。はい。恥ずかしいね。控訴しませんでしたよ。恥ずかしいね。まあこれ、通常運転ですけどね、朝日の誤報というのは。何もびっくりする話じゃなくて、通常運転です。はい。まあ、息を吐くように嘘をつくというね、そういう新聞だと言われてますけども。まあちょっと、どれほどの自信を持った記事なのか、とにかくこの誤報自体読んでみましょうか。いきますよ。元ハンセン病患者の家族への賠償を国に命じた熊本地裁判決について、政府は控訴して高裁で争う方針を固めた。言い切っちゃいましたね。争うかもしれませんね、じゃないですよ。政府は争う方針を固めた。どこからこんな地震が来たんでしょうか。一方、家族に対する経済的な支援は別途検討する。なんかもう決定事項みたいに言ってるけど、どこから話聞いたの？なんか夢枕？なんでどこから聞いたの？こんなガセ掴ませられて。政府関係者が8日明らかにした。誰？政府関係者って。ガードマンやってたって政府関係者ですからね。政府関係者って誰？国側の責任を広く認めた判決は受け入れられないものの、家族への人権侵害を認め、支援が必要と判断した。あっしゃー、言い切っちゃってますよ。判断するかもしれませんね、じゃないですよ。判断した方針を固めた。ね、政府関係者が明らかにした。これ一体どこからこんな自信のあること書けるんですかね。朝日新聞は恐ろしい新聞です。よくぞこんなまだ決まってもない発表もされてないものをね、よくここまで言いますよね。はい。そしてどうなったのかですわ。まあ翌日の朝日新聞を見てくださいよ。はい、もう一回チェックしますよ。ハンセン病家族訴訟控訴へというのが9日ですよね。はい、10日はハンセン病家族訴訟控訴せずと。あちゃー、恥ずかしい。控訴すると思って確証はないけど変えちゃったわけね。蓋開けてみたら控訴せず。マジ？恥ずかしいね。はい、誤った記事お詫びします。ちっさ。いや、朝日新聞のヘッドライン、これ誤った記事ここじゃないの？誤った記事お詫びしますってここに書くべきじゃない？ちっさ。これ、いや、ここまでだね、中のページに小さく書いたものぐらいだったともかく、前日の一面トップに大誤報をやらかしておいて、小さ、この日の朝日にとっての一番のニュースはこれでしょ？誤報やっちゃいましたって、ここトップに来るんじゃないの？はい、じゃあ、これ読んでみましょうか。控訴せずというね。控訴へと言ってたものが控訴せずと。はい、どうなったのか。はい、首相表明、人権侵害を考慮。元ハンセン病患者への賠償を国に命じた熊本地裁判決について政府は9日、控訴しない方針を決めた。あれ？1日前は、高裁で争う方針を固めたって言ってたよ。判断したって言ってるよ。
なんでそんな、舌の根も乾かぬうちにってまさにこのことですよね。安倍首相が異例のことだが控訴をしないと表明。政府内には控訴して高裁で争うべきだという意見が大勢だったが、あ、すでに自己弁護を始めたぞ。家族への人権侵害を考慮し、最終的に首相が判断した。原告側が控訴しなければ地裁判決が確定すると。はい。恥ずかしいですね。誤った記事お詫びします。元ハンセン病患者の家族への賠償を国に命じた熊本地裁判決について、9日付長官で政府が控訴して高裁で争う方針を固めたと報じたのは誤りでした。お詫びします。取材の経緯を2面に掲載しています。はい。このね、朝日新聞、ね、どんな取材をしたらあんな記事になったのか。はい。その説明がね、もうね、なんか言い訳書いてるけど一応読んでやろうじゃねえか。本社記事、誤った経緯説明します。はい。だってあんなに自信満々で一体どこから得たんでしょうかね。いきますよ。9日付記事は、政権幹部を含む複数の関係者への取材を踏まえたものでしたが、十分ではなく誤報となりました。誤った経緯について説明します。全然複さないですよ。はい。複数の関係者の取材を踏まえたものでした。複さないだろうこれ。いや、要するに決定してもないのに決定したって書いたわけでしょ。あ、この人もこう言ってる、この人も言ってる、あ、じゃあこっちの方針かなと。よし、じゃあ固めた、ね、判断したって書いちゃったわけよ。え、だからね、政府関係者の中にはこのような意見のものがね、多数いるっていう書き方だったら正確ですけども、それをね、方針を固めた、っていうふうに、と判断した後で、言い切っちゃうわけだからね。こんなもんなんだよ。伝聞でね、この人が言ってるから多分こうだろうという憶測記事を、あそこまでトップで言い切る形で書いちゃうわけだから、これが朝日新聞なんですね。だからね、いや多くの人言ってたんだけどなーとかじゃなくって、その程度の情報をあそこまで言い切って書いちゃうというね、朝日の体質、一体デスクはどうなってるんでしょうか。はい。そして誤った経緯続きがね、いちいち書いてあるから一応言い分は読んでやりましょうか。はい。6月28日熊本地裁がね、賠償を命じた判決を受け、朝日新聞は政治部、科学医療部、社会部、文化暮らし報道部を中心に政府がどう対応するかの取材を始めました。法務省や厚生労働省、首相官邸幹部は控訴すべきだとの意向で、あとは安倍首相の政治判断が焦点でした。あそこまでさ、自信持って言うんだったら安倍さんの意向を見た上で書いてると思うよね。ところが、だって厚労省も、首相官邸もみんな幹部そう言ってたじゃんみたいな。安倍さん一人が結果したの、知らなかった、想定外みたいな。いや、首相判断でしょ、そんなもん最後は。そこも探らずに、厚労省、官邸幹部の多くがこう言ってるだけで書いちゃったわけでしょ。いや、安倍さんだったら やりかねないぐらい思わなかった？思うっしょ、普通そこ。首相は7月3日の党首討論会で、我々は本当に責任を感じなければならないな、などと発言しました。知ってたじゃん。だってこれ事前に首相言ってたんだから。あれ、もしかしたらと思うのは普通でしょ？政権幹部がこう言ったって首相が、はいって決めちゃったらそれまでなんだから、そこまで探ったんじゃないの？おかしいよね。しかし、官邸幹部への取材で、この発言を受けても、控訴の流れに変わりはないと受け止めました。え、ていうか、なんでそんな自信があるわけ？っていうかさ、選挙でさ、早く揺さぶりかけたかったからじゃないの？そんな風に見えるよね。だから首相の流れ、控訴に変わりがないという風に、一体どこで掴んだんだろう？それを聞いてんのに何も答えてないよね。政府関係者から聞いた以上みたいな。はい。しかしでね、そうじゃなかったって話ね。私たちの取材は十分ではありませんでした。参院選が行われている最中に重要な政策決定をめぐって誤った記事を出し、読者や関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしてしまい、誠に申し訳ありません。今後はより一層入念に事実を積み重ね、正確な報道を心がけてまいりますってさ、何度目よ、こういう話は。聞き飽きたわ。
じゃあ何？事実を積み上げて正確な報道って、あれ慰安婦報道の時にさ、散々それ言ってたじゃん。で、事実を積み上げてやりますやりますって言って、これ？だって総理がもう前もってジャブ打ってたのにさ、いや、それでも変わらないって確認したって言って、決定事項として変えちゃったわけ。こんなドーンとよ。いや、事実を積み上げてきました。だからもう事実を積み上げる気なんかないんだよ。なんかあったらこうやって紋切り型のね、お詫び出せば済むというね。そういうね、朝日新聞の体質がですね、また改めてよーくわかりましたよ。ということです。恥ずかしいね、この誤報は。選挙期間中に。